ファロ、または、ファーロは、ポルトガル南部の都市及び、基礎自治体。アルガルベ地方ファーロ県の県と、ファロとホルモーザ型水に囲まれたファロ市街およそ170平方キロメートルの自然保護区、ホルモーザ型と隣り合っている。春と秋の渡りの季節になると、型は100種を数える多様な鳥類の休憩地となる。砂浜は、市からおよそ7キロメートルにわたって続き、 橋を通ってたどり着ける長い差しからなっている。フォルモーザ型が新石器時代から戦士時代後半まで人類の定住を引きつけてきた。ローマ帝国時代に占領され重要な都市に成長した定住地をそのおばは歴史家によれば現在のハロの前身だという。3世紀以降の西高等王国時代、ここにはキリスト教の主教座が置かれていた。 8世紀のムーア人支配の到来で、オソノーバはイベリア半島南西端における最重要の町としての地位を保持した。9世紀、タム間だがイスラムの大使国の首都となり、防御用の壁で町が囲まれた。この時点でサンタマリアという名がオソノーバの代わりに使われ始めた。後に町はハルーンとして知られるようになり、現在のファロの名となった。 500年間のイスラム教徒支配の間、ファロのユダヤ人住民の一部が、旧約聖書の副写を書いた。ファロの歴史的な名前の一つは、アラビア語で、出会った。イスラム勢力は1272年、ポルトガルをアフンソ三世軍によって敗退させられた。シルベスの都市としての重要性が衰えると、ファロがアルガルベ一帯の行政の役割を担った。1596年、 エセックス博、ロバート・デ・バルーが、ファロの街を略奪し、ファロ司教の図書館を奪った。この時奪われた書物は後に、オックスフォード大学へ寄贈され、バドリアン図書館の一部となった。1577年、ラゴスがアルガルベの中心地となり、1756年まで、その地位にあった。その1年前の1755年に、リスボン地震によって、 ラゴスの町の大半が破壊された。地震はアルガルベの数箇所に被害を与え、津波が海抜の低い場所にあった沿岸の要塞群を取り壊し、家々を倒壊させた。ホルモサカタノスナガンで守られていたファールを除くアルガルベ沿岸の町村ほぼすべてがひどい被害を受けた。この時からファールはアルガルベの行政中心地となって今に至っている。 市街地の約4キロメートル西にファロー空港があり、各機関を中心に欧州各国からの客を多く受け入れており、年間の利用客数は500万人以上である。市街地との間は公共バスが運行している。市街地の西側にあるファロー駅からは、ポルトガル鉄道の高速列車アルファペンドラールやインターシティがリスボンやポルトとの間を結んでいる。また、 ローカル列車がラーゴスやスペインとの国境の街ビラレアルでサントアントニオとの間を結んでいる。ファロ駅の南にある長距離バス会社のバス停からはリスボンに向かうバスが毎時1本以上運行されている。その他アルガルベ各地へのバスのほか、スペインのセビリアなどへの国際バスも運行されている。ファロ市内の観光地は主に旧市街に固まっている。 その入り口の門であるネオクラシカル様式のアルコダビラ、18世紀に改築されたファロ大聖堂、16世紀の修道院を再利用した考古学博物館などがある。また、旧市街の北にある18世紀から19世紀にかけて建てられたカルモ教会も有名だ。プロサッカークラブ SC、ファレンセがホームとしているエスタディオアルガルベがある。高等教育機関として、 公立のアルガルベ大学がある。ありがとうございます。